近は何かこうゲームはハマってるものあります？今やってるのディビジョンです。はい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 、はい、ディビジョン、あのね、はい、レッドデッドディテンプションがね、ああ僕やってたって言ったじゃないですか、はいはいはい、全然オンラインがさ、あのベータ版から移行にさ正式サービスにならないから、そうディビジョンをやっております。何かやってます？僕はもうもっぱら FPS 大好きなんで、うん、あのエイペックスレジェンドをやってます ね、 いいね。あれどう、あれ楽しい？いや楽しいですよやっぱり。なんかあの、はい、よく CM とかさ、あの友達がやってる映像とかを結構見るんだけど、はい、なんか急に空から降りてくるんでしょ？まあよくあるそのバトルロイヤルものはやっぱそうですね、うん、こうと降りてきますね。で戦う感じだよね。なんかでも本当にこう今ねすごいこう、うん、バトロワが流行ってる中で、うん、やっぱそのすごいこういいとこだけをこう集めて作っちゃいましたみたいな。しかもさ、なんかストレス要素がすごい少ない、あの見た目も派手じゃない？そうですね、割となんか可愛かったり、はい、なんかポップだったりするから、うんうんうん、なんかとっつきやすい感じする、はい、惹かれるけど、うん、なんか新たに出てきた感じは、まあ、うん、世界的にはやっぱでもフォートナイトが本当やっぱすごい。あ、そうなんだ、はい、なんかアベンジャーズとコラボとかしてましたよ。え、マジで、はい、もうフォートナイトもやってたんだけど、はい、もうちょっとまた戻ろうかな。なんか、うん、今出てくんの？アベンジャーズのキャラクターになれるフォートナイトみたいな、え？やってんすよ。アイアンマンの腕とかが落ちてて、拾ったらポーって飛べて、え、めっちゃ楽しいじゃん。レーザーも打ててみたいな。いや本当システムはもう違うやんけみたいな。まあそう、そもそものね、はい、そんな仕組みじゃないけどアベンジャーズみたいな。なんかだからすごかったっす。なんか、こんだけ規模的にやるのはやっぱ世界的ゲームだからできるんだろうなみたいな。そうだよね、はい、はい、ということで、本日もよろしくお願いします。ほかほか始まります。大好きになったキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を見たことはないですか？その夢を形にするキャラクタープロジェクト、それが雄星高校。雄星高校は僕たちが青春を謳歌している架空の高校。ここで僕たちは高校生活を送り、他の生徒たちと過ごし、いろいろな物語が生まれ成長していく。そんな高校の放課後に流れる校内放送、雄星高校ラジオ部アット部員募集中。放課後になりました。雄星高校ラジオ部部員、高坂初之助役天月です。同じく雄星高校ラジオ部部員、葛野葉賢役山本勝富です。なんかやっぱゲームになって自分が知ってるその作品のキャラを動かせるって夢がありますよね、うん、なんか不思議な感じはするけど、そもそもさ、こうまさか自分で動かせる、そうスパイダーマンとかもそうじゃないですか。スパイダーマン超入りましたね。そう、なんかこう自分がそのなキャラクターになれるっていうのは結構楽しいですよね、はい、身体能力もめっちゃすごいさでなんかその僕やっぱ好きな作品でキングダムハーツがすごい好きで、あ、はい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 、ってなってくるとやっぱそのディズニーのキャラクターたちと一緒に戦うっていうのはもうやっぱ夢じゃないですか。そもそもディズニーのキャラクターがさ、はい、武器持って戦うのすらもうちょっとレアじゃん。そうですね、うん、だからまあ本当になんか、まあ、実際戦ったら強いんだろうなってわかるじゃないですか。もうベイマックスとかもうまさに、まあまあそうだよねでだってあれはだってでも戦いますからね、はい、だからそれがね、なんかちょっとやっぱその好きな作品のこうなんすか、うん、別世界というかなんか続いていってるんだなみたいなのがもうまず嬉しい。なるほど、その物語できている物語だけで終了じゃなくて、はい、もっともっとこういろんなこう、あと動いてる喋ってるがもう嬉しくて夢がありますね、はい、自分で想像できるしね、うん、自分で好き勝手やるから嬉しいですね、うん、はい、それではですね、雄星高校ラジオ部あと無意模試中、放課後の時間楽しんでください。募集中。
改めまして天月です。改めまして山本和富です。この番組は雄星高校からお送りしています。さあということで、はい、本日もふつおた読んでいきましょう。はい、ラジオネーム白熊さんからいただきました。ありがとうございます。自分は時々、うん、自分にこんな能力があればなって思うことがあります。天月くんと山本さんは自分にこんな能力があればいいなって思うことはありますか？例えば人の心を読みたい、透明人間になりたいなどなど、もしよかったら答えてくれると嬉しいです。ここまで読んでくださってありがとうございます。これからもラジオを楽しみにしています。あるあるある。動物と喋りたい。あーいいっすね。確かに、うん、それはいいな。なんか、はい、いろいろ聞きたいことはあるんだよね。確かに、ここなんかご飯とかもそう聞きたい。もっと食べたいのかもう、うん、とかも聞きたいところあるし、うん、あと好きな、はい、どれが好きだったとか聞いてるけど、なんかね、うんうんすかーおーおーおーつってそうそうそう。いや、うん、でもうちのそう、ね、はい、猫ちゃんはそう、ご飯食べると、はい、うん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 って言うから、まあ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 、かわいい。確かに動物と喋ってみたいな。うん、そうなんよ。いや何がいいんだろうな。時間操りたいですけどね。お、ザ・ワールドまあやっぱちょっと、でもあと僕ドラえもんが大好きなところもあるんで、うん、能力っていうか、うん、やっぱその欲しいなって思うのは、まあ、どこでもドアとか、はいはい、あと、まあ、もしもボックスとか。もしもボックスね、はい、もしもボックスなんかこういつも出てきてもさ、はい、なんか不幸なことにしかなってないよね。いやちょっとあのアイテムが強すぎて、ね、なんか結構万能だよね。強キャラを扱いきれないみたいな感じになったんですかね。もしもボックスね、はい、あでも4次元ポケット欲しいかも。いやまあ便利すぎますよね、うん、まあ、どこでもドアもそうだけどね、はい、そもそもすごいよね4次元ポケットね。あとそのグルメテーブル掛けとか僕欲しいんですよ。なんかあの、うん、手こうかけてやったら好きなこう食べ物とか出るんです。ポンってそこに。それ何、後で請求来るの？いや来ないです、来ないです。あ請求書は請求書来んのかなあれ、領収書切れますかねこれ、うん、とかじゃないんですよ。カードですいやでもそのね、どうなってんすかね。ちょっとその現実的な部分を考えると、そのあれは未来の道具なわけじゃないですか。いやでも確か請求行く気がするな。行くんすかドラえもんに、うん、うん、だからせわしくんとかじゃそんなことがあったのか、うん、なんか未来デパートでいつもねドラえもんはセールの時に買ってるって言ってましたけど、うん、そう能力っていうかやっぱちょっとドラえもん欲しいみたいな。ドラえもんになったら僕がですか、うん、でドラえもん単独には何の力もないですかじゃあ次、はい、行ってみましょう。ラジオネームまゆこさんからでございます。はい、天月さん、かつとみさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。今回初めてメールを送らせていただきました。突然なのですが、私の過去のフラグの話を聞いてください。おお、はい、私は中学生の時に初めて告白というものをしました。告白した翌日、彼の方から帰りに玄関で待ってるからと言われ、私は告白の返事が来ると確信して していました。しかしその直後、今まで感じたことのないほどの緊張と恥ずかしさが襲ってきて、頭が真っ白になり、私は何を思ったのか、放課後彼に会わないよう学校の裏口から大ダッシュで帰ってしまったんですその後彼から告白の返事をもらうことはありませんでした。そして後々友人から聞いたのですが、告白の返事は OK だったそうです。今でもこのエピソードを思い出すと、あの時ちゃんと返事をもらえばよかったと後悔の気持ちでいっぱいになります。天月さん、かつとみさん、これこの気持ちの消し方を教えてください。セーブロードリセットうわーっつってこれはでもあれを、もう新しいね、はい、あの彼と、はい、楽しくね日常を過ごす。もしうわそれすごいな、だからそれに行ってたらその彼と会えなかったかもしれないっていう、なんで行かんかってんっていうね、っていうことを、っていうことよ。これは過去のフラグだ、うん、もしまあでも友人づてに聞いたら、はい、OK だったみたいだよっていうのも、はい、まあまあそれもね、証拠はっつって、ね、そうそうそう、ちょっと分かりませんから、はい、
じゃあなかったことに、なかったことにして、なかったことにして、だってもうなかったんだもん、うん、なかったからなかったんだもん、そうそうそう、うん、なかったんだもんお払い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 かお払いここに来てつながる、そう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 、じゃあもう一つぐらいぜひ読みましょう、はい、まだまだ読みましょう、じゃあラジオネームさかなかなさんからでございます、はい、天月さん勝富さんこんにちは、こんにちは、ラジオ毎週楽しく拝見しております、突然ですが私は土佐弁が大好きなんです、特にお前のことをおまんというのが可愛くて大好きで、高知県民の彼氏ができたらおまんのことを水長がぜよと言ってもらうのが夢なんです、うんうん、高知県愛好家の天月さんならこの気持ちを分かっていただけるのではないでしょうか、いや僕高知県好きなんすよね、お二人はこの方言が好きというのはありますか、よかったら教えてくださいと、どう分かります、いや高知県は、うん、方言が好きっていうか人が好きなんですよ、あなんかその、うん、四国で、うんうんうん、まあ言うてしまえばこう遠い何より隔離されているというかあの囲まれてるからね、囲まれてるからなんか、ね、離れみたいな感じだもんね、そうなんですけど、うん、すごいこう人が明るいんですよ、うん、ああなるほど、そうなんか本当に言うてしまえばアクセスは悪いと思うんですけど、うん、でもなんかこう高知だぞっていう、こうなんか自信に満ち溢れて、自信なのかな、でもなんかほんとあったかいんですよね、ご飯も美味しいし人もなんか良いみたいな、高知そう高知って感じなんですよ、感じだもん、ね、本当になんか毎日ちょっとお祭り騒ぎみたい な街が、あでも確かに、はい、四国生まれの友達とか、はい、結構明るいかも、カラッとしてる、うんうん、あ分かります分かります、うん、なんか、はい、土地柄なんかね、どうなんすかね、なんか僕の高知県生まれの出身はみんな結構ちょっと、うん、どう鬼人が多いっすね、鬼人鬼人鬼人が多いっすね変わってんのだね、変わってる人が多いですね、まあ、いい意味で面白いんですよ、あなるほど、はい、独特の感性がやっぱ出来上がってくるのかもね、高知について話し出すと僕ちょっと長くなっちゃうんで止まんない、止まんないですけど、はい、じゃあもう一ついきますか、いただいております、ラジオネーム、あ3年1組図書委員の海翔さんからいただきました、はい、松木さん山本さんこんにちは、こんにちは、ラジオいつも楽しく聞かせていただいております、早速ですが自分は一人暮らしを始めました、もう1週間ぐらい経とうとしています、うん、毎日自分でご飯を作っているのですが、うん、すでに料理のレパートリーが尽きようとしています、うん、そこでお二人に質問です、うん、お二人はいつも自分でご飯を作っていますか、また作るときはどんなのを作りますか、教えていただけると幸いです、僕はね料理全然ダメだから、ね、だいたい今ホットプレートにハマってるから、はい、肉を買ってきて焼く、それだけ味付けは塩、男料理以上僕は、まあ、毎日は作ってないですけど、うん、まあそのやっぱ今料理アプリみたいなのが充実してるじゃないですか、ちょこちょこなんかやってる話を聞きますよね、はい、だからなんかパーって見て、うん、あこれ食べたいなみたいなのがあったら作るみたいな、うんうん、あなるほどね、はい、なんかそのクックパッド的な、はい、そのみんながレシピを公開してくれてるから、はい、その中から材料から選べるのもあるよね、ありますね、そうそう、そういうので決めていけば、確かに、なんかしかもやっぱね最近は動画でこうやっぱ調理の仕方が載ってるからありがたい、めっちゃ分かりやすいですよ、そんなねもうペラ1枚じゃねえ、分からない、分からないですよ、料理をしたことがない人を舐めてるとしか言いようがない、まずその物持ってないしみたいなところから始まるからね、これなんかボールをうんだらかんだらしてこのアイテムを使ってこうしますって言う物がないかなみたいな、だからそのボールにその材料をどうやって入れるのかもすらも分かんないから、はい、どうやってこれ細かく刻んでるんですかみたいな、そう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 いうところ、動画はありがたいですねはい、ありがとうございます、はい、普通歌いただいておりました、はい、はい、こんな感じでですね皆さんの日常の出来事を僕たちに聞いてほしいこと、疑問質問、あとはお悩みなど何でもここに送ってきてください、メール待ってます、雄星高校ラジオ部アット部員募集中、雄星高校アイテム部、
ゆうせい高校ラジオ部のツイッターと今放送しているラジオ部との期間限定連動企画です、うん、現在はスピンオフ企画ということで、はいはい、ゆうせい高校ゲーム部をやっています、うん、さあ、まあ、前回お話ししたんですけども、はい、現在こうプログラム班の皆さんがですね、はい、頑張ってくださってるということで、はい、追加情報はないんですけども、はい、先週お話ししたですね、はいはい、そのまあアプリリリース記念ということで、うん、皆さんにちょっとプレゼントをまたね、そうそうそう、作りたいなと、うん、ツイッターでやっていた感じでございますが、はい、まあ前回こうやっぱ身につけるものとかそこら辺がいいんじゃないかっていうお話をしたらですね、うん、こんなのはどうでしょうかということで、はい、参考画像をいただいておりまして、上がっております。かわいいですね、これは。スマホケースとかちっちゃいカバン、ちっちゃいカバン、トート、うん、トートっていうほどでもないかな、うん、小物を入れられるカバンですかね、はい、もうすでに割となんかこうデザインとかも上がってるような感じですか、うん、かわいい、かわいいね、うん、スマホケースとかも、あの持ち歩くように入れるみたいな感じですよね、うん、そうそうですね、この紐長くしたら首からも下げられるかもしれないね、うんうんうん、なんかいいですよね。なんか僕って、うん、僕なんか荷物を割と多くなっちゃうタイプなんですよ、うん、なんかその日々使わないであろうものとかもなんかやっぱリュックとかにとりあえず入れて持ち歩いちゃうみたいなタイプなんですけど、こうなんかもう常備薬じゃないけど、はい、常備してるものが結構たくさんあるってやつね、はい、でもなんかやっぱ友達とかにはなんかもう、うん、あ今日あ携帯と財布だけみたいな人とかいて、うん、割と信じらんないですよね、それが。え、あー、それで大丈夫なのみたいな。いや最近はもうさ、はい、スマホの中にいろいろ機能が詰まってるからさ、まあ、はい、大体大丈夫じゃない。あの財布もさ、はい、も財布もあるじゃん、もう携帯だけみたいな。そう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 、だからなんかこういうのがあれば、うん、なんか僕もちょっと今日はこれだけ持ってスマホだけで外出ようかなっていう気にもなるかな。まずカバンありきでね決めってことですよ ね、 そうですよね。このカバンを持っていきます、はい、だからこのカバンの中に入るものだけ持っていきます制限が課せられてそうなんですよ。でもね、その例えばさ、リュックはリュックでもさ、はい、リュックの中でもさ、うん、あの小分けするのあるじゃん。例えばまあ薬とかさ、はいはいはい、あの携帯もさそのまま入れてると、ね、画面割れたりするからそういうなんか小物分けポシェットとしても使えそうで。確かにこのね、うん、右のやつとかはいいですね、うん、これ多分この僕らが話してる、うん、この参考画像はツイッター等とかにはね、はい、アップロードされてると思うんですけども、はい、いや、あとね、そうね、玉入れたりとかね。玉玉玉、うん、いやサバゲーとか、ね、あ、そういう話これをさなんかねベルトかなんかから通して、はい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 、はい、あーそういうことか、うん、美容師さんとかだったらもしかしたらね、はい、ハサミぐらい入るかもしれないね。あ、まあね、うん、最近だとそのねサコッシュとかね流行ったりして。そう、サコッシュよ、サコッシュ、サコッシュ、俺初めて聞いてさ、サコッシュって、サコッシュサコッシュみたいな。いや流行ってるんですよ本当に。あ、そう、こういうのをサコッシュって。なんかもうちょっと、うん、なんつったらいいですかね、長方形というか、うん、なんか本当にあの財布が入るかなくらいの大きさで、まあ、肩掛けでもう多分それだけ持ってお外出るとかだと思うんですけど、まあ、小物入れですよね。小物入れいいよね、はい、まあ、だからなんかちょっとこっちの方向で作ろうかなという感じで、うん、はいはい、今ちょっとデザインとかも考えてるので、うん、ぜひともこういうのがいいぞとかあったら、あの送ってきてくだされば嬉しいでございます、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで以上、ゆうせい高校アイテム部でした。ゾンビになって何したいですか。ゾンビになって何、ゾンビになって何したいですか。それじゃ引きこもりです無害無害すぎるゾンビが。ゆうせい高校ラジオ部、部員がたくさん来たらいいなと思ってます。新部活ゆうせい高校動物部。動物部はその名の通り動物を通じていろんなことを学んでいきますということで、お便り来ておりますよ、はい、1年2組美術部萌えさんからでございます。
天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。今の話ではないですが、動物に関してのエピソードがあったので送らせていただきます、はい、私が幼い頃、家に猫がたくさんいたのですが、その中で本当の飼い猫は 1、2匹、その他は全て野良猫でした。野良猫が住み着き、子供を産み、だんだんと数が増えていき、何匹いたのか思い出せないくらいいました。で、ちゃんと餌はあげていました。で、そしてなぜか家が山に面していたためなのか、タヌキも家に来て猫と一緒に餌を食べていました。今の家は動物が飼えないのでいないため、お二人が SNS にアップしてくださる写真を見て癒されています、ということです。タヌキ、猫と一緒に結構馴染んでるんだね。愛慣れるんですね、そこは。可愛いな。野良猫ちゃんがうちの周りにも、はい、まあ、うちの家の近くにお墓があって、はい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 、お墓に3匹ぐらい住んでて、よく会いますね。なんか確かに僕の実家の周りにも、まあ大体猫がやっぱ歩き回ってますね。この子たちはどこの子なんだろうとか思いつつも、僕猫をね飼い始めたのが最近、そのチェルタが初めてだから、はい、その行動範囲はあんまり知らなくって、はい、同じ野良猫をさ結構遠い距離感でさ見るとさ、こんなところまで来てんのみたいなのとかあって、確かに意外と広いんだねって思った、うん、野良猫の行動範囲が。でも多分いろんなとこでこうやっぱ餌をもらったりしてるんじゃないですか、ね、なんかそれもそれで楽しそうだよねスタンプラリーみたいなね今日は山本さんち行っちゃおうやばーっつっておいっつって呼ばれて、じゃあ僕たちもなんかいろいろね写真をアップしましょうぜひ見てくれるということで、はい、はいはい、もう一つ、行ってみましょう、2年1組梅トマト、女子帰宅部さんからいただきましたすげえ事細かに詳細が天月さん、和富さん、こんにちは。いつもリアルタイムで拝見しております、はい、早速ですが、うちではモルモットを飼っていて、うん、毎日キュイキュイっと大きい音で鳴いてるのが可愛すぎて溺愛しています。モルモットを飼っている人が周りにいないので、みんなにモルモット飼ってるんだと言うと絶対何それって返されます何知らないのかモルモットを。知らないのか、知らないのかね。なんか知り合いで、うん、なんかもう多種多様の動物を飼ってる子がいて、うん、なんか世話が大変そうですね。やっぱ寒いとこ、ね、暖かいとことかもやっぱ分けたりとかもしてますし、おうおうおう、なんか餌も違うしね。餌も違うし、うん、なんならやっぱこう なんすか、そう、寿命も違うから、うん、なんかやっぱなんすかね、この子いなくなっちゃったのみたいなとかもあれば、なんか気づいたらまたなんか子供できてるみたいなとかもいろいろあって、あ、結構なんかもう自然に任せてる感じ。入れ替わりが半端ないですよねでも僕もモルモット、ハムスターを結構 2度ほど飼ったことがございますが、キンクマだから、うん、まあ、ちょっとデカめで、まあ、モルモットも結構近い感じかなと思うんですけど、モルモットってとカールしてるのがすごい可愛くて、はい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 、毛がそうそうモフモフで、やっぱなんだろう、こうつかみがいが、つかみがい大きさがね。そうかそうか、なんだろうな、なんかこう一日でいいからお世話したいみたいなとかあります？こういうこの動物ちょっといし、その長く飼う自信はないけど、これもゾウ、ゾウ、ゾウと仲直りしたいんだってゾウと仲直りしたい規模感でか、うん、でもなんかゾウの国に行って、はい、ゾウの国に行って、そう、ゾウの鼻で持ち上げてもらったことはあるかもね、はい、けどゾウ飼ってみたいね。なんか知らないエピソードが出てきてる気がするんですけど、なんかゾウ鼻でね、鼻がすごい力だから、はい、人の体が持ち上がるのさ。そうですね、見たこテレビとかで見たことあります、ね、それ捕まって持ち上げてもらったことがあって、はい、ある経験として、うんうんうん、すごい、めっちゃ楽しい。おお、いいな、ゾウか、ゾウ、そう考えたことなかったな。ビルとか買えばいいな屋上とかでねどんな家なら買えるはい、ありがとうございます以上、郵政高校動物部でした。郵政高校ラジオ部@部員募集中。
続いてのコーナー、雄星高校お祭り部。リスナーの皆さん、何か嬉しいこと、おめでたいことがあれば、それをメールで送ってきてください。僕たちがお祭り騒ぎをしてお祝いします。はい、ということでラジオネームプリンさんからいただいております。少し前の話になるのですが、トランペットソロの大会で全国大会に出場できました。はい、全国に出れただけでも嬉しいのですが、 お二人に祝っていただけたらさらに嬉しいです。よろしくお願いします、ということで、はい、はい、トランペットソロの大会全国大会出場おめでとうございます。すごい、わっしょい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 、すごい、僕も聞いてみたい。パンパカパン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 、わっしょいわっしょいわっしょい。はい、じゃあ皆さん、本番でございます。はい、よろしくお願いします。いきますよ。雄星高校ラジオ部アット部員募集中。かわいい、かわいい、一気にかわいらしくなりますね。雰囲気が変わりますね。うん、あ、女子高生。雄星高校ラジオ部アット部員募集中、下校時間となりました。さあね、5月の半ば後半に入ってくる頃なんで、はい、皆さんも5月病からはそろそろ目が覚めたかなと。もう僕はやる気がみなぎっておりますよ。来た、はい、ありがとうございます。それではここで雄星高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト雄星高校、僕たちがいるゲーム部の他にもいろんな部活が始まる予定です。番組の公式ツイッターをぜひともチェックしてください。番組のツイッターハッシュタグはシャープユーラジ、ユーは漢字で遊ぶ、ラジはカタカナです。ラジオを聞き逃しても YouTube の雄星高校チャンネルで過去放送を聞くことができます。詳しくはツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れる完全無料のコミックサイト、コミックパッシュにて雄星高校ゲーム部のコミカライズが毎月第1土曜更新予定で連載中です。現在第13話まで無料公開中でございます。ぜひご覧ください。またパッシュプラスではユーラジの予告記事が配信前日金曜日に掲載されています。そちらもぜひチェックしてください。この番組ではメールを大募集しています。雄星高校お祭り部ではあなたの誕生日などなどハッピーな出来事を送ってきてください。僕たちがお祭り騒ぎをします。だ、はい、そして新部活動物部では動物エピソードを募集しています。飼っている動物の話やこの生き物知ってますかなど、動物ラブなメール待ってます。他にも普通歌を募集しております。あなたのことを放送部の僕たちに教えてください。番組のメールアドレスはゆうせいアットマーク JOQR.net、 ゆうせいアットマーク JOQR.net です。というわけで雄星高校ラジオ部アット部員募集中、お相手はラジオ部部員天月と同じくラジオ部部員山本和富でした。それでは来週のこの時間まで頑張りましょう。